今回はね、もうね、今シーズンが終了するまでだいたい1ヶ月しかないよ。この期間中に実装されるものっていうのは結構あって、無料スキンだったり、まあ、スキンがもらえる大会、新武器だったり、あとはコラボ系、そして再販系、そして無料 V バックスだったりね、まあ、そういう残りの期間中に実装されるやつっていうのを紹介していこうかなって思います。まず一番最初はね、 V バックスの返金っていうのが多分次のアップデートなのかなで来るはずだね。まあ、なんで来るかっていうと、フォートナイトのフェスティバルモードがあったと思うんだけど、フェスティバルモードシーズン1で登場したこのスキンがあったと思うよね。まあ、最近ショップに並んでると思うんだけど、このスキンの V バックスの値段っていうのが運営ミスってるっていう。まあ、本当は 1600V バックスが正しいのに、間違えて 1800V バックスで販売しちゃってるんよ。だから、まあ、これをね、一度でも買ったプレイヤーに V バックスが返金される。まあ、200V バックスだね。そしてね、まあ、運営が言ってんのは、このスキンを購入したプレイヤーに来週ね、価格が下がった分の V バックスを返金するって言ってるんよ。そして、今までのフォートナイトって、まあ、そのアイテムを買ってすぐにね、返品しても、お詫びっていうのは受け取ることができたよね。だから、まあ、一度このアイテムを買って、それで返品する。これだけでもしかしたら V バックスがゲットできる可能性がある。だから、ワンチャンね、無料で 200V バックスゲットできる可能性があるっていう。まあ、これマジですごいよね。そしてね、次は、無料でスキンをゲットできる大会っていうのが、2回開催されんね。まあ、まず、4月の27日に、今シーズンの FNCS、の限定スキンたちをゲットできる大会っていうのが来んねん。まあ、ゲットできるのが今画面に映ってんの。スキンにバック、ブッキラップと、あとツルハシとミュージック。これがゲットできんねん。まあ、チャンピオンサイレンがゲットできるってことで、マジで当たりな気がする。まあ、4月27日に FNCS コミュニティカップっていうのが開催されて、アジアだと250位までに入ることでゲットできんねん。確か海外サーバーだったら1200位とか結構多かった気がする。まあ、そして5月4日にチャンピオンカイラプラスコズミックインフィニティ FNCS カップっていうのも開催されて、今ここに映ってるアイテム、まあ、スキンだったりコントレールバッグとか、これらもゲットすることができるっぽい。まあ、これも一緒で250位までがもらえるって感じだね。マジでね、めちゃめちゃ今回のサイレンいいから、これマジでゲットしたいよね。まあ、一応後日アイテムショップにも来るっぽい。まあ、多分次のアップデートに追加されるんじゃないかな。そして、もう一個分かってんのがあって、FNCS のこのバックアクセサリーがあるじゃん。これは、今回の FNCS をウェブサイトから、多分1時間かな、視聴することでゲットできるアイテムになってるっぽいね。まあ、これもゲットできる時になったらね、ちょっと動画で紹介しようかなって思います。まあ、今回はこの2つの、報酬をゲットできる大会っていうのが開催されるっぽい。そしてね、無料報酬で言うともう一個。来月、もしかしたらね、フォートナイトに無料スキンが来る可能性がある。誰でも無料でゲットできるやつだね。まあ、なんと、来月はね、エピックゲームズのメガディールセール月間となってるみたい。まあ、セールの期間らしいんだけど、こういう時ってエピックね、無料でスキンを配布してくれてるんよね。まあ、例えば確か PC 限定だったかな。まあ、クエストの無料スキンが来たり、次は全機種ゲットできた50レベル上げることでゲットできるスキンとかあったじゃん。まあ、こういうのがね、この機会に、まあ、ほぼ毎回来てるらしいんだけど、来月に同じセールが来るってことで、無料スキンが来るんじゃないかって言われてる。まあ、誰が来んだろうね。そして来るんかな。けど、まあ、こういうセールでね、来てるってことは、多分来月も同じセールが来るなら来ると思うよ。これちょっと期待だね。そしてね、次は確定ではないんだけど、今シーズン中にさすがにリバイアさんが来るんじゃないかって言われてる。まあ噂されてた4月20日には来なかったんだけど。まあなんでかっていうと、最近のアップデートでショップセクションが追加されたんよ。そして、最近のアップデートで顔のアニメーションっていうのも変化したんよね。そして一番はやっぱりテーマっていうのが一致してるんよ。そういうところから、まあさすがに今シーズン中には来るんじゃねっていう風に言われてんね。
けどなんか今までクレイトさ言われてきたやつ全部外してきてんじゃん。ワンチャンないのかな、まあ、個人的には来るんじゃないかなと思うんだけど、まあどうなんだろうね。まあ今シーズン中にはさすがに来るだろうって風に今言われてるけど、ワンチャンね、今年の11月頃にさフォートナイト OG が来るんよ。しかもチャプター2のそん時だったりするんかな、どうなんだろうね。けどまあ今のところはさすがに今シーズン中には来るんじゃないかって風に言われてんね。そして次のアップデートでスターウォーズコラボっていうのが来んね。まあ5月3日からアバターのコラボが終わってから来るはず。そして今ちょっとね公開されてる画像があって、まあこれ確定かどうか本物かどうかは分かんないんだけど、それがこれだね。まあ、もしこれが本物なら、ここに映ってるキャラクターが登場するはず。チューバッカー、C3PO、反乱軍とルーパー、デストルーパー、そしてライトセーバー。まあ、これが映り込んでるってことで、まあ、これがね、本物なら、こいつらも実装されるはず。あと、シンプルに、新武器のやつとかも来るっぽいし、まあ、フォースの力とかはわかんないんだけど、これ辺楽しみだね。まあ、そして、今いろいろあってね、ライトセーバーのツルハシが来るって風に言われてるんよ。ワンチャン来るかもみたいな感じ。まあ、ちょっと期待しちゃってもいいかもね。まあスターウォーズのコラボが5月3日から開催される。まあ、これは確定だね。そしてね、これはあくまで噂。けどまあ情報的には公式の情報だね。もしかしたら今シーズンの、まあ、5月の半ばあたりで呪術廻戦コラボパート2が来る可能性がある。なんとね、エピックは呪術廻戦カップ、まあ新しい呪術廻戦カップのテストをまだ行ってるってことが判明したよね。まあなんと5月11日にいきなり設定されたっていう呪術廻戦カップが。まあすぐに修正されちゃったんだけど。そういうのもあるし、実は今シーズンの初めのアップデートで呪術廻戦の自動販売機の素材とかも追加されたりしてるよね。だから、この5月11日あたりに呪術廻戦コラボが来る可能性がある。時期的に言ったらどうなんだろうね。次のアップデートぐらいなんかな。それとも次のアップデートわかんないけど。けど、まあ、個人的に今シーズンで一番期待してたコラボだから、まじ来てほしいなって思う。そして、これも次のアップデートだね。次のアップデートで、フォートナイトフェスティバルシーズン3が開催されんね。まあ、今、その来シーズンのティザーっていうのも出てて、それがこんな感じになってる。まあ、緑色の何かが来るっぽい。そして、フォートナイトっていうのは、2024年のロードマップっていうのが、本物なのか偽物なのかわかんないんだけど、公開されたよね。それがこれ。まあ、これにはビリー・アイリッシュさんって風に書かれてる。まあ、ビリー・アイリッシュさんって言ったら、まあ、緑色のイメージが結構ね、あるって言われてるんだけど、まあ、ガチっぽいよね。もしガチでビリー・アイリッシュさんが来た場合は、このね、ロードマップっていうのも本物の可能性がね、高くなるから、ちょっとこれ期待だね。そして、今ね、バトルパスに含まれてんじゃないかって言われてるのが2つあって、まずはオーラだね。オーラっていうのはスキンじゃなくて、フェスティバルモードとかのオーラなんだけど、今2つね、オーラがあるんだけど、この2つのどちらかが、まあ、バトルパスの無料報酬になるって風に今言われてる。まあ、どっちかが有料、どっちかが無料って感じかな。そしてもう一個がロード画面。今ね、フォートナイトフェスティバルのロード画面って風に言われてんだけど、入手方法が判明してないよね。そういうところから、まあ、次のバトルパス報酬になるんじゃないかって風に言われてんね。まあ、これも楽しみだね。まあ、次のアップデートで全てがわかる。そして、最後はね、今後登場する武器っていうのがあるね。まあ、まず、今やってるアバターのコラボがあって、まあ、3つの武器が消えて3つの武器が来たじゃん。そして3つの武器消えたのがこれだと思うんだけど、まあ、ハデスにゼウスにイカロス。これっていうのが、アバターのコラボが終わった瞬間に帰ってくんね。だから5月3日に帰ってくる。なんか今さ、ギリシャ神話のさ、シーズンなのにギリシャ神話要素ないからね。早く戻ってきてほしいなって思う。そしてもう一個は、今後のアップデートにね、武器モッドに対応したタクリカルアサルトライフルが登場するはず。けどまあこのまま消える可能性もあるね。なんかずっとデータの更新がないから。
まあ、新武器で今判明してるのはこの2つ。あとはスターウォーズコラボでいくつか来るって感じかな。まあ、今現在判明してるだけでこれだけあんね。まあ、こっから多分まだデータが追加されてないやつで他にも来るやつがあったもんよ。あとは新スキンとかね。その辺も楽しみだね。まあ、今判明してるのだとこいつら。こいつらが今シーズン中に実装予定だね。まあ、リヴァイアさんはどうなんだろうね。個人的には今シーズン中に来ると思うんだけど。まあ、これにも期待だね。